はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡です。はい、本日もサブチャンネルのドラクエウォークやっていこうと思います。今回はですね、ガチャを引こうと思います。ガチャ200連いきます。一つはですね、100連はですね、はぐれメタル装備福引き、このですね、補助券100枚いただきました。まあこの補助券100枚というのはね、今ドラクエウォークがパリーグ、プロ野球のね、パリーグとコラボしているんですけれど、まあそのコラボの一環で、対象試合でホームランがね、2本以上出るとですね、皆さんにこの補助券が100枚配られるというものだったんですね。ホームランの数に応じて、その配られる枚数が違うというものだったんですけど、まあ2枚以上であれば100枚もらえるということで、まあこれで今回、はぐれメタルの補助券100枚いただきましたので、とりあえずこれは引こうと思います。で、200連引こうと思うんですけれど、もう一つはですね、マイレージが溜まりました。まあ、マイレージが溜まったので、これね、マイレージ使うと、引くガチャは選べることができるんですけれど、まあ、ちょっと今回はね、昨日も何度も引いて、なかなか当たりの出ない、ひらがなの竜王装備福引き、こちらにな、こちらの補助券にして、引いていこうと思います。というわけで、100連はぐれメタル、100連竜王装備でいきます。まずですね、はぐれメタル装備の方行こうと思います。まあこれはですね、はぐれメタルの剣が一番、欲しいところになります。まあこれね、なんとか私、結構課金して2本、はぐれメタルの剣2本あるんですけど、もうこれはね、いくらあっても、足りすぎることはまあないと思うので、とりあえずこれがあればいいです。防具はね、ちょっとすでにもう結構余り気味いいところもあるので、まああればね、いいですけど、まあとりあえずね、今回、はぐれメタルの装備福引き、ガチャについては、はぐれメタルの剣が、剣っていうか剣なのかわかんないですけど、まあこれが一番欲しいということになります。というわけで、100連ね、あっという間に終わりますけど、いきます。はい、演出はね、まあまあですね、流れ星もありますし、はい、これで、虹色ね、2個出ましたね。外貨の鎧、でしたか。はい、まあ外貨の鎧はいくつも、まあ、ありますので大当たりというわけではありません。もう1個のね、虹色宝箱に期待しましょう。これかな、来い、はぐれメタル外貨のヘルムということで、なかなかね、虹色2つまでは良かったんですけど、まあうまくいかなかったということで、スキップをします。はい、まあ悪くはないんですけれど、まあそれでもね、はぐれメタルの剣がまあできればね、欲しかったですけど、まあなかなかうまくいくものでもないです。まあ 0.5% なので、はい、まあこんなもんでしょうということで、次ですね、マイレージ溜まったので、マイレージをですね、福引き補助券に変えていきます。まあ先ほども言ったように、ね、昨日からちょっと痛い思いをしている竜王装備福引き、まああえてね、これを引いていこうと思います。はい、というわけで今ね、剣の引き換えは終わりましたので、あとは引いていくだけでございます。竜王装備福引き10連で引いていきます。はい、まあ、いつもね、ガチャは夜の遅い時間にやってるんですけど、まあ今はね、19時過ぎということで、この時間にやってみると、まあまた結果が少しは変わってくるのかもしれません。まあ多分一緒だと思うんですけどね。はい、まあ星はまあまあですけれど、ちょっとカットインがあればっていうところなんですけどね、なかなかないですね。まあ、虹色2つなのはいいですね。はい、来い、プラチナトレイ、お皿でしたね。はい、なかなかうまくいきません。最後ですね、虹色、あと1つありましたので、まあ、そこに期待したいところでございます。カットインがね、あれば、ピックアップなのは決まりなんですけれど、まあ、そうもうまくいかないと。まあでもね、虹色なので、カットインなくても、ピックアップの装備の可能性はあります。はい、ここ、来い、ピックアップ。目玉焼きということで、王者の盾、でございました。はい、スキップです。まあ今回ね、200連を引かせてもらいました。
いずれもですね、虹色宝箱が2つずつあったということで、まあ、それ自体は悪くはなかったんですけれど、まあ、ちょっといかんせん、やっぱりピックアップの装備というのは、まあ、難しい、ということになりました。はい。はい、というわけで、まあ、大外れというわけではないんですけれど、まあ、やはりね、ピックアップの装備というのは難しいということを改めて、思い知って、ところでございます。そうですね、ちょっと、まあ、画面の方がね、こういう画面になって、ミラーリングが、スマートフォンとパソコンのミラーリングがよろしくないです。はい、まあ、ちょっと一旦戻しましょう。はい。一旦これを戻しておいて、こうしましょう。はい。大変。ちょっと失礼しました。はい。まあ、そのままでもよかったっちゃよかったんですけど、まあ、とりあえず一応戻してみました。はい。というわけで、今回はですね、ガチャの方を引いてみました。200連ということで、まあ、なかなか200連ぐらいだと、狙ったものを当てるのは難しいですけど、まあ、とりあえずね、地道に、こういうね、無料でゲットできた、まあ、厳密に言うと無料じゃないんでしょうけど、はい、まあ、運営の側からいただいたものはですね、まあ、こまめに使っていこうかなと思います。はい、というわけで、終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画で、お会いしましょう。はい、ありがとうございました。